卯月盛尾は、日本の建築家、都市デザイナー。早稲田大学社会科学部、社会科学総合学術院教授。博士、一級建築士。専門は、都市計画、街づくり、パブリックデザイン、プロジェクトマネジメント、景観設計など。1953年東京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士、家庭修了。 ドイツに渡り、アーバンプラニングの分野でも知られる、シュトットガルト大学大学院に留学、シュトットガルト市、ハノーハー市都市計画局を経て帰国。セタガヤ区都市デザイン室主任研究員、セタガヤ町づくりセンター所長、ワセダ大学芸術学校教授を経て、ワセダ大学参加のデザイン研究所所長、ワセダ大学社会科学部、社会科学総合学術院教授、 1999年早稲田大学より、博士の学位を取得。都市の美しさや優しさは、その都市に住む人たち以上にはならないとの考えから、新しい公共空間の創造や、都市活性化のためのデザインについて、理論はもとより、実践を含めた重層的なアプローチに立ち、市民参加のまちづくりの実践を通じて、エリアマネジメント、都市再開発における、 プロジェクトマネジメントの手法の確立に取り組む。また、効果的な情報伝達による広告効果と景観の向上を共に実現する屋外広告物等設置についての手法である、路上整理学の提唱、公園整備、高齢者、子ども施設の設計に至るまで広範な領域で活動、研究を行っている。早稲田大学参加のデザイン研究所。 ありがとうございます。